そうですけれども、あの本当思ったよりたくさん来てくださったなと思いました。ただ正直、まあ、国会の会期中で委員会の開催ともバッティングしたということもあったようで、現職の国会議員の参加が少なかったのは非常に残念だなと思いました。で、あのその中で公明党の山本議員が最初から最後まで熱心に一番前で聞いてくださったので、ここはもう独断でご挨拶していただかないわけにいかないだろうと思ってご挨拶をお願いしたら、やっぱりさすがお見事で、元厚生労働副大臣として超党派の立場で、あのご発言があったことは、あの非常に良かったなというように思いました。はい。ただまあ、あのできたらもっと国会で出会った以上は、せっかくなんで国会議員さん見てほしかったなとは本当に思いました。配信で言ってないんですけど、埼玉のボッツさんという方が記録を2日目取ってくれてますので、まあ、近々あの見てもらうことはできると思っております。やっぱり特徴をやった日が一番意味が良くてですね、僕自身があの現役の時にね、吉川さん の, あの応援であの覚えたということも あ, のありますんで、まあ、個人的なところがね、あのやっぱり動いてくるなと。それから今回の法律のこんなことだったらよ、大きな話ですから、何らかの形でね、その国会議員さんがやっぱりこれは法律のものはもちろんいいことやけど、そのしんどい仕事を思い切って自分 の, あの仕事をしてやろうという、そういうふうに考えていただけるような形ですわな。それをどうするかというのが大事かなと、これはとくとく思いました。はい。川田良平さん、川田さんでどこ、川田良平さんでしょ。川田良平さんなんてね、頼んでね、うん、で、あの言われを大変な渡してビデオを渡して、うん、あの送ってって、私よく知ってる人がいたはんね、川田さんの、うん、事務所、その人に送ってもらってね、うん、であのやっとここで来てるのは秘書になってるんだけど、うんうん、どうもあの分かってはるらしいから、もうあの人も障害者やからね、うん、だからそこへつないではくれはって、だからこれからやと思う、うんうん、この映画はあの送ってるからね、うん、だから川田さん見ようと思ったら見れるわ、見れるな、うん、だから秘書が来たからね、うん、私はそれでもう OK にしてるね、気持ちの中でなかなかの言われへんかったからね、うん、知ってる人がおったからつないだけどね、うん、これからやと思う。あの妻の堤さんが川田良平、元気になってきてるって言ってる、元気になる、うん、うん、だからそういうちょっとぐらいハードな仕事できんちゃうかと、うん、そうそうか、当事者しにあるのはね、うんうんうん、だからそれはねありえると思うから、これからやのあんまり最初ドンと行かれへんかったからね、うん、映画見てほしかったの私は、とりあえずは。だから全然ね、あの全員ね、ここに来てもらった国会議員関係のとこ、特にね、令状を今日行っては総括会議したんやということでね、うん、令状を出されたらいいと思いますわ。いいですか、うん、たまたま帰ってきた2週間後に、あの1週間後にそこの会館でミリーチェの方で大きな公明党の集会があったんですよ、うん、で北川さんとおっしゃってて、あのお出迎えされてて、たまたま私あのその日に骨折して、かけて骨折して車椅子を押して入場させてもらって行く予定してたんですよ、もともとアポイントもらってて、あの行く予定はしてたんですよ。これ3人4人でゾロゾロ行く予定してて、たまたま私車椅子で押してもらって行って、ほんならもう目立つじゃないですか、であのプラカードをこう下げて、ほんならあの北川さんがあーって感じで、いつもの感じでをあの迎えてくれたので、あ先生、この間の国会議員の方、衆議院会館の方で、あの山本議員さんがあのこうこうこうでこんなお話いただいて、すごくありがたかったです、あの法案のことを思って、え、山本誰かな、あの元厚労副大臣やってはった、ああはいはいみたいな、その2、3分のやり取りなんですけども、そういうことがあのできて、ちょっとこうあの時期的に
良かったなと思って都会議員の方であの映画の命見つめてを上映させてもらった時にあの山本議員さんがずっとおってお話をいただいて、うん、そういうご自分もこうでこうでって言ってはったんですごく来てくれはってありがたかったですでほんま人しか来てないけどもあの北川さんも来ていただいて、生前もあの師匠さんの方が来ていただいて、ありがとうございましたってこう喋れたので、よかったと思って、でちゃんとみんなの呉本社長からもご紹介いただいて、多分北川先生が行かれ来るとは私聞いてたんで、お待ちしたんですけど、会えなくて残念でしたから話しといて、あそうかそうかということで、みんなと一応、っていうちょっとした流れだけですけど、4、5分の間に、うん、ちょっと簡単なお礼だけ言うてよかったなと思って、それはもう大事なことですよ、骨折してよかったすらすら気になるけど、それはやっぱり人間ですからね、やっぱりそれ言ったら非常にね、覚えてますよ。私もね、この自慢でも何でもないんですけど、堺の公明党の議員団の団長と話することあって、他の案件でその時もね、山本議員さんがこの来て話し合ってくれたってお礼言うときました。はい、そうなるとまた広がっていくでしょ。はい、この話はこの後、うん、言葉だけの話やからね、こんな黙ってるよりお礼言うたらね、うん、いいわけですから、相手さんも喜んでくれるしね、はい、そんないうことで、それが大事なとこですわ。からも納谷先生のところに何人か患者さんが通ってはるので、でその中の一人が当事者の家族さんで、なんか今度稲さん来るらしいよって言うたらしくて、本棚の納谷先生もあなんかあっちこっち行ってるなみたいな、そういう会話してくださったんで、ここはまあちょっと会長ともそうなんかけててんけど、納谷先生とか納谷先生のところに置きながらうちで当事者家族会をしていく、その流れでくっついていけばいいかなと思って、うん、そういう方向で行ってるのと、ちょうど夏やからマリンやから和歌山ということで、はい、8月に和歌山で試写会をしようと、いろんな会場祭とかそういう協力はすごくしてくれるっていう話になったので、うん、また山本さんという方とまあ、実行委員として今度は詰めをしに行かなあかんなと。映画見たらな、いいからな、中身が。みんなにその見せたくなる、絶対に。だから映画界、和歌山でしようとか、どこそこでしようって広がっていくよ。一応ね、図書館的に使えそうな教材みたいに使えそうな感じなんですって言ったら、うん、すごいって見たい。中心メンバーになる人たちにはやっぱり本 全編をね見てもらった方がええんちゃうか。なぜね、うん、いわゆる試写会としてやる試写会でやっぱり見てないと他の人に呼びかけの力が勝ってくる、うん、こんな映画やねんっていうところが。ほんな次の回で試写会だからこの間僕らもそのやりたいみたいなところにはもうサンプル版送りまくって。私三木田三木田に住んでるんです、堺市南区のね。そこの小学校校の校区にはそれぞれ福祉委員会っていうのがありまして、で頼まれて福祉委員会の副委員長を仰せつかりましてね、そこの院長さんがまあ、思想的には違うんですけども、まあ、公明の支持者です。しかし人間としては良い方ですので、命見つめる短縮版ありますね、5分間、あ6分かな、短縮版をまず見てもらって、でその後サンプル版も見てもらって、ね、段階にね人間見てもらって、で内容が非常にいいということをまず本人さんに理解してもらった。その上でね、広報福祉委員会の福祉委員というのは30人ちょっといてるんです。40は当たらんですけど35人ほどいてるんで、その人に会合の時にこれ上映してね、まず見てもらうことできへんかと相談しましたら、やろうということをそこだに言ってくれまして、三木田小学校の中にも僕はこの
工事の機能障害の方がおられるかもしれない。ただもうそういう病名がついていないでも分からん状態でね、いてるんかも分からんよと、こういう話を言いまして、で私自身の病気のことも話してしました。でそんなことで一回やろうということになってますから、まあ今年中の話になりますけども、まあそれ日にち決まりましたらね、状態と日にち決まったらその時に先ほど話がありましたトークですね、やっぱり当事者の方がどなたか同じたくさんお越しいただく、一人でいいんです、私はこういうふうな形で工事の機能障害の患者になりましたか、でこうなこんな生活ですというのことをね、いろんなトレードがあるでしょうけど、まあ、代表するような形で話をしてもらったら非常に理解が広まるということと同時に、高校福祉委員の方ですから、その目で自分らの地域の人たちの方を見てもらうことができるし、よかったらまた単位自治会ごとに上映化してくれたらいいと、それで裾野を広げていきたいな、自分の住んでる地元でね、そんなことを思って、とりあえずトップは了解もらいましたから、はい、体験ということでお話去年行かせてもらって、でまた今年もお話いただいてるので、その時に30分の方を学生さんに見てもらおうと思います、うん、90分ずつやめた方がいいで70分バージョンやっぱりやらんとあかんと思う、学生に見せる。で90分の困るんですよ、ほんならお前ね、で授業の前後とかだから失敗のは避けた方がいいと思う、逆にお手伝いに来てもらえるかと思って学生さんを取り込む。1分まで何分や、90分なんですよ、授業90分なんですよ、そう、あれ70分でもいいけど、今回も浩二さんと、まあ、この人と、行ける人で当事者の体験ということで、でやっぱり Q&A はやっぱりね一番やろうかとか、学生さんででもなかなか Q&A に戻ってくる人も行ってるか行ってないか分からないですけども、クラスごとに全然雰囲気も違うので、 Q&A の時間を必ず取ったり、実際のリアルな当事者っていうのをやっぱり教員としても、ね、発言してほしいということで、教員自体もね小児麻痺ですごいんですけどそうなんですね、その対象者なんか福祉関係の学科、どこの大学、兵庫大学の我が学部があるんですよ、そうです、我が学部あれ、3回生4回生の社会福祉士とかを国士取る人とか、まあ作業療法士とかしたい人たちの授業なので、キーポイントってちょうど私らっていう話、もともと私が大学に行った時の出会った先生で、で工事の工事の会かみたいな話になってずーっと年に1回ぐらいお会いしてなると、体験に来てっていう話になって、今度は今回 A が若い人に言ってもらったら次 A がなんかね、3回生と4回生があるんですよ、で4回生とも卒業みたいだし、で今度映画の普及にも一緒に宣伝活動にもこう動いてもらいやすいんちゃうかなと思って、でまず映画を見てもらって、まあ、この映画と私たちのこの現状とかの話してもらって、で一緒に動いてもらえたらなって、それぞれ皆さん兵庫じゃないですし、地元っていうものがあるし、地元に持って帰ってもらったらええなとか、就職先でも言ってもらったらいいなとか